おはようございます、こんにちは、おやすみなさい、ということで今日はですね、僕らしくない、道間違えた終わったというわけで、今日は僕らしくないんですけども、パソコンを買いに行きます。なぜパソコンを買いに行くのかと言いますと、私今着ておりますこのイネ、私がブランドしましたおよそイネのロン T シャツ、これを販売にあたりですね、パソコンは持っといた方がいいぞという、各所からの話がありまして、じゃあ買いますよということで買いに行きます。ブランド作りたいんでしょ。ブランド作りたいっていうの1個あって、あ、はい、もう決まってます。これで金色でイネ、お米でイネ、これですよ、ナイキみたいな1個目がちょっとイナーをちょっと連想するモチーフと線画でちょっとスマートな、わーわー、いい感じ。とりあえずパソコン持った時ないの？今まで1回もないですよ。ノートパソコンとか、はい、全くないんだ。はい、使わないで生きてこれたんで、うん、確かにその服のさ、ブランドのやつさ、はい、一緒に俺も行ったじゃない、あの行きましたところに、はい、なんか一生懸命手書きで書いたりスマホでやるってすごい言ってたもんね。言ってたんですよ。みやさんさんってパソコンとかって持ってたんですか？持ってないんですよ。なるほど。どうしましょう。そうあれじゃん、じゃあもうパソコン買ってストアーズでやります。まあ今日はもうあの詳しい原島さんもいるので。そうだね、はい、あのきなこの飼い主。そう、かわいい。きなこちゃん元気？きなこ元気です。みやさん、ちなみにさ、はい、まあ、お店行ってからでいいんだけどさ、パソコン何買いたいの？僕全く知らないんですね、うん、何買いたいも何も、うん、あのほら車だったらいろんなこと考えてこれかなとかってあるんですけど、全く知らないんで、もう教えてもらうしかないですね。ただなんか話によりますと、あの Mac がいいんじゃないかとか、確か言ってたね、 Windows がいいんじゃないかとか、Apple がいいんじゃないかとか、その人それで違うんですよね。 Mac と Apple は一緒でしょ。だって Mac と Apple って一緒なんですか？そうだよ。そうだよ。Mac と Apple って一緒なんですか？いや全く分かんないです。いや、やばいですって。だから僕知らないって。もでもあの商業高校で情報処理だったんですね。いや、そうでしょ。そうなんだ。あ、情報処理じゃないか、商業科で。あ、宮田ね、商業科だったのか。はい、でパソコン検定みたいのも僕3級か取らないと卒業できないから、はあ、取ったと思うんだけど取らなかったかな。じゃあ一応そうか、打てたりはするんだね。だからね、あ、打てたりしましたし、佐藤さんが本当パソコンぶっちゃけって本当にたまに持ってるじゃない。うん、俺あれダミーだと思ってるんだけど。いや、ちょっと待ちなさいよ。なんかできる人に見えないけど、佐藤さんがパソコンあれ本当にやってるの？だって編集できないじゃない、だってパソコンないと。あ、そうか。でも佐藤さんでパソコンできるんだったら僕できる気するんだよな。佐藤さんで同じ大石田だしさ。そうだね。いや、俺は相当レトロな人間だと思ってるけど違うからね、あなたの。さあ、皆さん、秋葉原だね。来ましたね。やっぱりパソコンといえば秋葉原なんですか？僕どっかの電気屋さんでパッと買えるのかなと思った。そうではないんですね。いや、なんかだから結局言うと、あなたのマネージャーさんがすごいパソコン好きらしくて、はい、ここがいいですよって押してきたから。いや、でもだって急に電話かかってきて、パソコンを買いに行くので YouTube 回しましょうって言われたから、それだとちょっと場所がね、急に抑えられなかったから。じゃあいいことしたんですね、私のマネージャーさんは。そうだね。ここなの？ああ、ここに入ってっていうことはそこに止めちゃえばいいんだ。その先、さあ、じゃあみやぞん、はい、行きましょう。あなたもおいです、その子もおいです、そなたもおいです。あのドスパラって書いてある。あ、はい、宮田、あのどういうあれで欲しいのかとか、まあちょっと最初見てからでもいいけど、はい、なんか言わないとどういうのか。一旦あれですか、店内を見てみると、はいはい、これはどうしたらいいのか、何をもってして見るの？まずあれじゃないですか、ノートがいいのかデスクトップがいいのかとか、そういうところじゃないですか。ノートもいいんですか？
かに家でやるならね、ノートじゃなくてデスクトップの方が全然いいけど、ちょっとみやぞん理想だとどんな感じなんだろう、みやぞん。なんかさ、おしゃれにこう持ってさ。あの理想はターミネーター2で、あのジョン・コナーとかが持ってるぐらいのパソコンっすね。ジョン・コナーが持ってるぐらいの、あのなんかこう扉開ける時とかにこうやって来て、あんし任せるっつって、早くしろよ、まだちょっと、もうちょっと待ってろ、よし OK、 よし行くぞ、いいやつ。ノートパソコンだな。あ、これはノート。ああ、これなんか値段のあれもわかんない。あ、これ16万円ぐらいする。でもそういうもんじゃないの。なんだ。そういうもの。まずご利用の用途としてはどのようなご用途でお考えでしょうか。あの例えばなんですけど、はい、配信したいとか、はい、とかブラウザ、Google Chrome とかするだけのパソコンなのか、まあさまざまなご用途あると思うんですけど、はい、このようなご用途でございますか。とりあえずあのこの僕が作ったこのブランドがあるんですよ。はい、このいいねっていう、これを売りたいっていうことなんですよね。でこれを売るのに何だかそういったサイトみたいな、なんかそういったのに入って、はい、在庫管理とかそういったものとかを見ないといけないっていうことで、じゃあパソコンちゃんと1台あった方がいいんじゃないかっていうことです。動画の編集なんかもできたら、はい、まあ、今後 YouTube の裏垢とかでもあの自分でこう撮って、はい、それを自分でちょっと編集できたらなとも思ってますけども。なるほど、はい、でもある程度のスペックを持ちつつ快適に、はい、作業ができればということですね。はい、そうなりますと、はい、まあ、ある程度の動画編集っていうお話であれば、おすすめとしては、まあ、今非常に売れ筋のですね、はい、こちらのモデル。あ、これは僕の方で選べないよ。荒島さん、何を試すのか分かりやすいですが、ノートパソコンですと、実際にタイピングとかですかね、キーボードの打鍵盤とかをお試しいただくっていうのはちょっと。じゃあ荒島さん、飯行ってるね。YouTube も見れるの。いや、それ当然でしょ、パソコンなんだから。見ないとできないでしょ。なんだか、Apple の、はい、なんとかがいいっていうのは聞いたんですけど、アップルですか。なるほど。アップルはですね、うちの弊社では取り扱いのない商品と言われまして、大変申し訳ございません。こちらもです。こちらの弊社さんはオリジナルブランドのガリディア、ガリディア、はい、ゲーミングの、ノートパソコン、またデスクトップのパソコンを販売させていただいておりまして、まあ、なんか初めてなんで、はい、いろいろ見てみたいっていう気持ちもあるんですけど、はい、ぜひいろんなあのメーカーのパソコンですね、見比べていただいて、はい、ご検討いただければと思いますので。なんかそう言ってもらうとちょっと心軽いですよ、なんか。何それを言いづらかったの。いや、なんかあのそれを言いづらくて。じゃあちょっと見てきますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、いろいろ見ようかなと思ったんですけど、ちょっと雨が強いんでございまして、原島さん、これはどうしましょうか。じゃあネットで買いますか。なんかでもあれなんでしょ、 Mac だと店頭ですぐ即買いっていうわけにいかないんでしょ。今コロナでお店に予約しないと入れないので、はい、今からネットで在庫を見て、当日お店に行って引き取りだけはできるので、はい、引き取りに行こうかと。っていうことはどうするの？何、今ここでどのパソコンにするかを今決めるってこと？注文しましょう。注文しましょうって。アップルストア。どこのさ、マックでも受け取れるの、場所？アップル、在庫があればどこでも受け取れる。宮野、ちなみに今何のマック買おうとしてるの？マックブックエアにします。マックブックエア。色は？色、何色がいいですか？色は3色あります。これ、うん、ゴールドですね。ゴールド。ゴールド行くの？はい。ちょっといいですか？もう正直はしてください。もう原島さんにおんぶに抱っこに肩車で。いや、そのパソコンを買ってもらう手続きをしてもらうみたいな動画になっちゃう。12時から12時15分。はい、完了します。では皆さん買いますね。何その宮さんその、はい、唯一の見せ場みたいに。ではご注文の確定。ポチッ。
それと身分証があれば。わかりました。受け取れます。じゃあみやぞん、はい、日曜日に受け取るってことかな。そうです。ってことは今日はこれで解散だということで来ましたね。本当に久しぶりだな。新宿は来ないかも。今もうライブでもう何年、6年ぐらいじゃないですか。緊急事態宣言明けたからなの。そうじゃない、ね、結構ちょっと久々に来ると買い物したくなっちゃう。なんかね緊張します。何緊張するの。新宿ってなんだか。多分話はその辺にいるはずなんだ。この丸いのところに来た。ここですね。あっち。原島さんありがとうございます。わあ見てこれ。はい。混んでるね。すごい。MacBook Air 買ったね。買いましたね。初めて。君も Mac だ。しかもゴールド。はい。もう原島さんがいろいろやっていただいたんで感謝いたします。あとセットアップだね。あとセットアップをやりたいと思います。じゃあ皆さん、はい、ありがとうございます。いいじゃないですか。こちらこそでございます。お付き合いいただきましたけど、ね、いやなんか悪いなと思って。いやただただしこりが残るメンバーかなと思って。嘘嘘。冗談でございます。じゃあこの後曲と行って、はい、セットアップだね。セットアップ、はい、さあということでございまして、こちら買ってまいりました。開けてみます。てか皆さんなんか。ごちそうさまだよな、服買ってもらったりとか。いや全然いいんですよ、普通に日曜日過ごしてたけどいいんですよ。あとみやぞん聞いたことない髪型になっちゃうよ。すごいなこれ。おおいいですよ。取れないもん。いいですか？これピロッと。うわーおーすごい綺麗。いくらだろう。保証入れて20万円。うわー紙貼ってある。お開いちゃった。勝手に。お願いいたします。ここからパソコンログインするときのパスワードなんで、はい、何でもいいです。書類フォルダを開いてとここまでと言ってください。ここまではいらない。あ、いらない。ヘイシリダウンロードフォルダを見せて。アップルペイで買い物って何ですか。クイックペイとかで買い物してるじゃないですか、はい、お店とかで。それをMac でもできる。あ、じゃあ Mac 持ってって。あ、Mac 持ってMac 持ってってとかじゃなくて、パスワード打たなきゃいけないので、パスワード打てば入ってます。さあ、どうですか、感想は。買った意味ありますかと。ありがとう。お疲れ様でした。